どうも森島和樹です。たたた森島和樹の歌ってみた。まあ言うてね、言うてミュージシャンですよ、やはりね。まあ基本オリジナル、まあ600曲以上あるんですけど、まあそういうの置いといて一旦、僕自身この YouTuber としての森島和樹チャンネルもあれば、ミュージシャンの森島和樹のチャンネルも、あるんでね、まあ漢字かひらがなだけの話なんですけど、この YouTuber としては、カバーをなるべく中心に、いろいろ森島和樹風にしていく、そんな歌ってみたをやっていこうと思います。森島和樹の歌ってみたのタイトルはモンゴル800であなたに、イエ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 イポポ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 ポ。やはりね、沖縄といえばモンゴル800じゃないでしょうか。モンパチ、僕が14、15歳ぐらいからねガーってきて、もう中学校ながらに、やっぱ CD も持ってたし、ライブに行ったらわーわーやってましたよ。本当にモンパチさん、小さなライブのハウス、箱っていうんですけど、小さな箱でようやってましたね。路上してる時も目の前通ったりとかもようありましたよ。最近もあったけど、本当に素敵な方々でね、とっても、まあ、たくさん人が来るんですよ。やっぱり基本最後大鳥、最後の出る人を鳥って言ってね、それが すごければすごい人ほど大鳥って言われがちでございますが、最後の最後のスペシャルアーティストみたいな感じでね、そんな大鳥ので出てくるモンパチさん、もうみんながわー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 ってね、もうモッシュ状態じゃないですか。モッシュっていうのはこう人々がガンガンガンぶつかり合うような、そこでモンパチさんは演奏を求めて、倒れてる人がいたらみんなでその人を立ち上がらせて支えて、そうやっていくことがライブなんだってね。なんかそれがぐっと逆につかまれる。そこで冷めるんじゃなくて、あ、いいなって、そうなんですよ。まあ、そんなモンパチさんのあなたにを、今回はですね、バラードバージョンでお送りしようと思います。僕は50代とか、まあ、20代前半ぐらいですかね、まあ、流行りっていうのもあるんですけど、遅い歌をめっちゃロックにして早く歌ってたんですよ。例えばフローの送る言葉みたいに、でもなんかどんどん年いっていくうちに、今度は逆に速い歌を遅くしていくようになったんですね。まあ、それこそモンパチさんのあなたにもそうなんですけど、なので今回は、モンゴル800のあなたにをバラードバージョンであなたたちへ。人に優しくされた時、自分の小ささを知りました。あなた疑う心恥じて信じましょう心から。流れゆく日々その中で変わりゆくもの多すぎて、揺るがないものただ一つ、あなたへの思いは変わらない。長
が泣いて愛しい人よ悩める喜び感じよう気がつけば悩んだ場合あなたを大切に思うほら元通り以上だよ気がつけばもう僕の腕の中あなたに会いたくて会いたくてあなたに会いたくて会いたくて眠れない夜夢で会えたら考えすぎて眠れない夜夢で会えたらどこへ行こうかあなたがいればどこでもいいよどこでもいいよ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 流れゆく日々季節は変わる花咲き散ればもう元に戻るのこんな世の中誰を信じて歩いて行こう手を取ってくれますか手を取ってくれますか谷のバラードバージョンでしたありがとうございますモリシマカズキで YouTuber モリシマカズキとしての、歌ってみた、タイトルはモンゴル800さんの、あなたにでした、まあ、こうやってね、まあ、週1ぐらいかな、どんどん、この歌ってみたもどんどんやっていこうと思いますので、あれ歌ってほしいこれ歌ってほしいこういう感じで歌ってほしいとか最近僕好きな YouTuber 見つけましてねまあもう有名なんですけど虹色侍さん歌う前にねそれでは、まあ、即興だったり例えばこういう感じの歌をレゲエバージョンに、で歌うとか、なんとかなんとかレゲエバージョンをリリースしますって言って歌うんですよめっちゃかっこいいですよねだから僕も今日リリースしますとかパクロとか思ったんですけどまあまあまあパクリはやめとくかっつってね、ということで、本当に今日はありがとうございましたパクリは良くないですね、それでは最後に、さよなら、最初はブンブンパクっちゃダメなやつですね